こんにちは、高森です。理科大の後輩から質問がブログの方に来ました。前回ですね、この方に質問いただいて動画を1本作ったっていう経緯がありますね。研究室配属に関する質問を受けていて、希望の研究室行くためには GPA どんぐらいあればいいですかっていう内容を回答しました。動画はね、こうリンク貼っとくんで見てくださいと。で、今回いただいた質問なんですけれども、読んでいきます。高森さん、お久しぶりですと。はい、お久しぶりです。GPA の件でご質問をさせていただいたものですと。で、3年生になったようで、新たに、研究室見学ですね、行かれたみたいで、第一規模の研究室が2つあるという状態みたいですね。で、その2つの研究室どちらも興味があって、結構やっていきたいというテーマもあると。かつ教授も良さげな方という感じで、結構悩んでますっていう感じですね。研究室の内容が多分違うんでしょうね。勉強することとか、あとは就職先も異なっていて、将来的なこともね、視野に入れつつ、どっちにしようかなと悩んでいるという感じみたいですね。やりたい分野が結構見つかっていて、行きたいなって思う研究室が3年生の時点であるっていうのはすごくいいことなんじゃないかなと、素直に思いましたね。で、ここからが質問なんですが、高森さんは希望研究室は第何希望までありましたかと。で、第一希望の研究室を決めた際のきっかけなどあれば教えていただけますか。かっこ話せる範囲でということですね。このかっこ内結構大事ですね。特定される可能性普通にありますからね。で、2つ目、今回のように大事な場面でやりたいことを一つに選択しなきゃいけない際、高森さんならどういう考えで選択しますかということですね。結構難しい問いだなと素直に思いましたね。結構将来の進み方が変わってくる選択肢でもありますからね。この辺ちょっと自分なりの考えを喋っていく動画になりますね。はい、で、まず1点目ですね。私が学部3年の時ですね、希望研究室は第何希望までありましたかっていうことなんですけど、正直私は第一希望以外見てなかったですね。なんかそれ以外パッとしないなと思っちゃってたところもあってですね、理科大ってですね、成績順で研究室の枠が埋まっていくんで、第2、第3ぐらいまでは考えてはいたんですけど、結構ですね、研究室配属の前の時期って当日になって研究室入れねえってなるのは嫌だっていうことで、学科内でこう順位を示し合わせておくみたいなのが独自であって、でそこでですね、一応第一希望の研究室は行けそうだっていうことが分かってたんで、第二第三は全然考えなかったっていう感じですね。なので希望研究室は第一希望しかなかったっていうのが回答になりますかね。で、第一希望の研究室を決めた際のきっかけなどがあれば教えていただけますかっていうことですね。これは結構いろいろありましたね。もちろん、大前提としてその研究室が研究している分野に興味があるというか、面白そうだなって思えるっていうことがまず重要ですよね。研究って結構、修士まで行くと3年間で付き合うことになるので、結構分野の選択って大事ですよね。自分が興味持てない分野の研究ずっとやるって、結構きついかなって思ってて、身にならないことも普通にあると思いますからね。まずそこですね。分野にそもそもの興味が持てるっていうのと、あとは教授の感じですね。理系の研究室なんて大体ブラックかなと思うところはあるんですけども、教授との相性っていうのも結構大事なんでね、そこはちゃんと見ましたね。自分は結構ですね、堅苦しい感じの教育されるのが本当に嫌いで、割と放任主義よりというか、いいように言うと、学生の個性を買ってくれるというか、そういうような教授がいいなと思ってたんで、好き勝手やらせてくれそうで融通利きそうな、教授っていうところの選択をしていった気がしますね。で、あとは結構打算的なところで就活のネタになりそうかどうかっていうところで、例えば共同研究をやっているかどうかとか、あとはね、英語力というかプレゼン力を研究室入ってる間に培いたいなっていうのがあったんで、学会活動盛んにやってるかとか、あと国際学会は大学の金で行けそうかとかね、そういうところは見ましたね。やっぱ理系のですね、学生生活において、私の好きな作家とかよく言ってるんですけど、9割以上、ひょっとすると 99% ぐらいが研究室生活
なんじゃないかみたいなのがあって、まあ、私自身もこれそうだなって思ってるんですね。それぐらい研究室生活に費やす時間って大事だなと思ってるので、有意義なものにしたかったっていうのがあるんですね。なんで自分的には結構負荷はかかっちゃうんですけど、まあ、国際学会行けたりですとか、まあ、国内の学会でも全然いいんですけど、まあ、いろんなねプレゼンも慣れていきたいっていうのもありましたんで、自分の幅を広げてくれるような研究室に入りたいっていうのがあったんで、そこでスクリーニングして、まあ結果的にお世話になった研究室を選んだっていう感じですね。まあ、だから3点ですね。そもそもの分野っていうところ、まあ魅力的な研究テーマがあるかどうかっていうところと、教授の感じと、また打算的な面ですね、自分の成長につながるかというところ、主にこの3点意識して、まあ、研究室決めたっていう感じでしたね。はい、今のが1点目の質問に対する回答で、2点目がですね、まあ、質問者さんのような、まあ進路に対して結構悩ましいですよね。行きたい進路が2つあるっていうのはね、まあ、そういうような大事な場面でやりたいことを1つに選択しなきゃいけない際、まあ高森ならどういう考えで選択しますかっていう感じですね。まあ、私の考えをさらいつつ、いい研究室選択というか進路選択につながればなという思いがあるんですけど、まあ、これ結構難しいですよね。どういうその岐路に立たされてるかで、結構自分もなんだろう、スタンスを変えていくところはあると思うんで、明確にこうしますっていう回答はできない気がするんですけど、まあ、例えばこの質問者さんの立場だとしたら、まあ、角度とか高い方を選ぶっていうのは、まあ、まず自分の性格上あると思いますね。まあ、例えば研究室に確実に配属できるかどうか、配属した上で自分のやりたい研究テーマに確実にやることができるかとか、あとはどれぐらい融通を利かしてやることができるかとかね、そういうような感じでできるだけ自分の理想に近いような進路を選べるような選択を取るという感じですね。角度が高い選択を取るっていう考えはまず間違いなくする気がしますね。なので結構ですね、そこの段取りの部分は大切にしてるかもしれないですね。実際に来年入ったら具体的にこういうようなことをして、こういうような流れで1年間終えるみたいな、結構頭の中でイメージして、そのイメージに寄せていくっていう感じですね。でもなんか研究室入る前って研究室のこと全然わかんないじゃないですか。だから実際どういう風に研究室生活が進んでいくかっていうのもイメージできないと思うんですけど、そこの角度を上げていくっていう作業はしますね。1週間に1回ぐらいはなんかゼミというかあるのかどうかとか、教授はどれぐらい忙しいか、ちゃんとこう研究について話す場、学べる場があるのかどうかみたいな、結局自分のやりたいことに対してその環境が適してるかどうかっていうところの作業、調査作業ですよね、調べるっていうのはまあやるんで、そういう感じですね。結構合理的に選択肢を決めていくっていう感じかもしれないですね。やっぱりこう選択肢を絞る際に判断材料って、まあ、多ければ多いほど悩んじゃう可能性もあるんですけど、自分はそこは多く取っておきたいなって思う派なんで、具体的な自分の行きたい姿みたいなところを描いて、そのために必要なものとか環境っていうのがあるのかないのかっていうところは大事にするかもしれないですね。難しいですね、これは本当にね。研究室大事ですからね。あとはなんか自由度があるのかないかっていうところもちょっと大事にしてた気がしますね。個人的になんですけど、不可逆な過程ってめちゃくちゃ嫌いで、なんかこっちの選択行ったらちょっとこっちに逃げられないみたいなのってあんまり好きじゃないんですよね。なんか覚悟が足りないと思われがちかもしれないんですけど、割とそこの自由度の多さっていうのもちょっと取るかもしれないですね。だからなんならこのパターンでいくと、まあ、正直に教授にこの研究室とこの研究室で迷ってて、ちょっと向こうの分野も勉強したいんですよねみたいな感じで、ちょっと向こうの研究室遊びに行こうかなと思うんですけど、そういうのありですかねって聞いちゃうみたいなのはちょっとあるかもしれないですね。自分の場合ふざけんなよみたいな感じの教授だったら、まあ、ちょっと考え合わないのかなと思っちゃうかもしれないですし、あ、いいんじゃねみたいな感じだったら、一応自由度は確保できるっていうところで、一旦そっちの環境行って、で、まあやっぱ環境がね、変わるとね、
感じることを考えることっていうのも変わってくると思うんで、まあその時はその時の自分に任せるっていう感じですかね。ちょっと回答になってるか微妙なんですけど、まあなんか選択肢一つに絞んなきゃいけないなってなった時は、うん、そんな感じの考え方で組み立てていきますかね。やりたいことをすごくもう作業レベルぐらいまで具体化していくっていうこと、まあ、やりたいことがあるっていうことはなんとなく目指したい姿みたいなのがぼんやりとでもあると思うんで、まあ、その姿に対して必要な環境が揃ってるかどうかっていう感じですね。でまあそこの環境っていうのは結構なんか人によっていい環境悪い環境ってあると思うんで、そこはなんか自分で判断すればいいのかなと思うんですね。なんかバチバチに縛られる環境がいいっていう人もいますし、私みたいにちょっと自由度があってちょっとプラプラと好きなタイミングで研究できるみたいな環境の方が好きだったりっていうパターンもあると思うんで、まあそんな感じですね。分野はねどっちも興味持ててるっていうところで、まあぶっちゃけどっち行っても楽しい研究生活になるんじゃないかなと思うんですけど、実際の過ごし方ですよね。就活の際とかも結構私抜けてたなって思うんですけど、なんとなくその会社の事業領域とか取り扱ってる製品とかね、あと自分の専門性が生きそうかどうかっていうところの結構上流のところで判断しがちなんですけど、まあ具体的にねどういう風な日常で仕事と関わっていくかっていうのもイメージしておくのが大事ですよね。朝何時ぐらいに起きて、朝ごはん何分ぐらいで食べて、1時間ぐらいで出勤して、なんか会議に詰め込まれて1日終わるみたいな感じか、会議ほどほどで好きな実験しながら1日を終えるみたいな過ごし方かみたいな、なんかそういう具体的な自分の過ごし方みたいな方って結構こういうでかい進路選択の場合って中身が結構見えない部分がありますから、そういう作業を怠って進路選択しちゃうケースがあると思うんですけど、そこの具体性をね増しておくというかね、ですると、まあ、結構角度の高い納得性の高い進路選択につながるんじゃないかなというのが、まあ、個人的な感想です。まあ何しても理科大の後輩なんでね、なんかいい環境だとは思うんで、納得のいく進路選択をしてほしいなと、まあ、素直に思いましたね。